今日は月曜日ですね。時間はね、これはね、ライブ投資ですので、このチェックを外しまして、ここのチェックを外します。全部手に入力となりますので、ライブ投資は。このように、通貨の選択を通貨の選択を表示しっぱなしにしておきまして、すぐ通貨をこうシグナルが出てからね、音声が出ますから、こんな風にですね。GBP JPY 上に貼る。GBP JPY ね、もし出てきたら今ダミーですけども、こうして取引をすると、ね、すぐ取引できるようにね、マウスの全部手に入力、ライブ投資なんで全部手に入力となりますから、こういうふうに開いておきますね、通貨をね。それで8時から始まります、これね。で、月曜日はこうでしたね。ということでね。月曜日の成績はこうでしたと、ね。すごく力戦でしたね。ものすごいですね。で、こうですかね。最初はこうですね。こういう成績で。こういう成績でした。ね、で、これで準備 OK ですね。シグナルが出て、このようなね。USDJPY 上に貼る。音声指示が出ますから。でここはチェック外さ、自動売買はライブは禁止なのでチェック外します。通貨国自動選択も今許可は取れてないので質問して無返答なんですね。このハイアンドローに聞いても無返答で利用怖いんで外します。で全部手入力になりますね。大変ですけどね。まあ、そんなことで、準備 OK ですね。今日火曜日、8月7日火曜日になります。朝7時ですね。8時から始まりますね。でこれにしましたね。これから朝ごはん食べます。赤飯を作ったんで赤飯食べます。リニューアルエネルギー下に売る。まだ資源は出てないですね。 NGBJPY 上に貼る。
まだ始まってませんけどもね、シグナルが入ったけどもまだこれは始まってませんね。シグナルがありましたけどね。インナーレールで下にいる。NZDJPY 上にある。
に入れまついで、下に、売る。
こちらはライブ投資です。自動売買チェックを外します。通貨国自動線覆問を外し、すべてオート機能を外します。そのため、通貨国を自分でこのマウスでセットしますので、全部、音声指示から、マニュアルでね、手入力で投資しますので、これ表開けときます。開けとかないと通貨国自動セットする速度は間に合いませんのでね、シグナルがこちらの分析のシグナルが出てから、機敏に、通貨国を選べれるようにこれ開けときます。これ、そういうことでですね、ライブ投資はめんどくさいですけどもこのように、開いておいてすぐ打てるように、しておきます。今日はすぐですね、ご覧がきついですかね。昨日からもですね、昨日でこういうことですね。